どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、大変過去反響があったラピダス設立ですね。前回はソフトウェア側のクロートの方にお集まりいただいて討論をしたわけでございます。で、その際にご要望があったのがですね、おいおい、プロセスエンジニアの担当者さんを集めて議論してほしいと。実際に半導体を製造する人とか、回路設計者とか、そういった方々はどう思っているか、というご要望をたくさんいただきましたので、このですね、セミコンアンバサダーという権力を十二分に発揮してですね、尊敬とともに皆さんにですね、ご参集いただきまして、スーパーエリート級ですね。ただ個人はわからないようになっておりますので、参集いただいて討論させていただきました。第2回ですね。そして半導体界ということで、チップワンストップさんに前回同様協賛いただいております。で、こちらのビジネス教養としての半導体ですね、僕の動画でも PR したらですね、結構 Amazon ランキングがまた上がったということで、まあ内容半導体の歴史から紐解いてるというか、工程も載ってますし、今の現状ですよね、そういったものも加味して作成されておりますので、こちらよろしくお願いしますと。これね、 PR してほしいということだったんでね、僕も読みましたけど、いい内容になってると思います。はい、ということで、ラピダス討論会第2回目、いってらっしゃい。どうぞ。非常に貴重な時間をいただきまして、一応皆様のですね、ご経歴をざっくりですね、パワポにまとめてきたので、移させていただきますね。まずは自己紹介フェーズということで、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に幅広いご知見があるという感じでございまして、今回ご参集いただいたという感じでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。他付け加えることがあれば、ちょろっと自己紹介をいただければと思うんですが。ずっと1982年から半導体やってるんですけど、当時は半導体黎明期なので、仲間を作って、世界中に需要を作っていくっていうことをずっとやってたもんですから、今の殺伐とした競合関係とかですね、河川化とかっていうのは全く縁がない。どっちかっていうと、広げていく方をずっとやったと。なので、太郎さんが最近言ってる標準化が大事ですよとか、そういうところも全部携わってきて、あと欧米の各企業とナライアンスもやってきたっていうこともあってですね、まあおそらく大体何でもわかるとは思います。基本は、技術を見るというよりは、市場を作るというところをずっとやってました。ほぼ38年間。なので、マーケットを作るってことが、まあ今日のお話の中でも大事になるかなというふうに思ってます。ありがとうございます。自己紹介等あればお願いをしたいと思っております。はい、経歴としましては、電子系装置メーカーです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます、トムさん。で、続きまして、クマタンですね。クマタンさんはですね、記載のある通りということでございますが、他付け加えることがあれば、ぜひ自己紹介をお願いいたします。もともとの生産技術やっておりまして、基本的に生産技術、半導体工場で今オートメーション関係の生産技術、その辺を扱っておりまして。ありがとうございます。続いてですね、キリンさん、お願いします。私はずっと設計畑でやってまして、はい、設計者ということですね。ありがとうございます。貴重な時間をいただきまして、討論会を始めさせていただきたいと思っておりまして、今回はですね、前回は、まあソフトウェア系の技術者が多かったので、現場に近いところの担当者だと思っておりますので、忌憚ない意見をお聞かせいただきたいと思っています。で、一応ですね、議題を新たに用意させていただきまして、そこについてですね、ディスカッションというふうにしていきたいと思っているんですが、こういったことを議論した方がいいんじゃないのっていうことがあればですね、ぜひもう横からですね、ぶつけていただければ幸いでございますということで、よろしくお願いします。まずトピック1ということで、オープンクエスチョンからいきたいと思っておりまして、ラピダスの設立について思うところと、非常にオープンな話題からいきたいと思いますが、まずはクマタン、いかがでしょうか。私は非常にポジティブに思っています。何かと言いますと、昨年セミコンジャパンもそうですけど、これだけ半導体が盛り上がるというのは久しぶりのことだったので、そういったことも含めて非常に寂しい思いずっとしてきた業界だったんで、嬉しいなと思っています。スタートラインとしてはいいなと思いますけど、いろんな方が言われてる通り、採算性ですとかビジネス実際どうなのかというとやっぱり疑問に思うとかたくさんありますので、担当されている方は苦労が想像がつきますので頑張ってほしいなと陰ながら応援しています。はい、ありがとうございます。続いて先生、いかがでしょうか。私もですね、ラピダス設立はウェルカムっていうか、よくやったところ、しばらくこういう動きが日本としてはなかったんですけど、ようやく出てきたかっていう感じはしてますね。なぜかっていうと、まあ、いろいろ課題もあるし、なかなかビジネスに立ち上がっていくには難しさがまだいっぱいあると思う、課題はあると思うんですけど、半導体産業のバリューチェーンの結構なものを日本って持ってるわけなんですけど、最終的にお客さんに届けるところの先端品の出口がなかったんですよね。そういう意味でいくと、装置メーカーでも、薬品メーカーでも、ああいった検査したりとか、いろ
ろんな産業がつながってるっていう意味でですね、アラビアスっていうのができることによってまた結束力とか新たな技術が生まれてきて好循環になるんではないかなっていう、技術視点ではもう間違いなくよくやったと私は。なるほど。課題ということがありましたけども、後ほど多分連なっていくとは思うんですが、どういった課題があると思いますか？もう最大の課題はマーケットですね。市場をどう見るかっていうのと、どの市場に向けてこのラピダスっていうのをフル生産に持っていけるかっていうのが結構ポイントになると思います。はあ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 。マーケットの創出ということで。そうですね。そうですね。皆さん容易に考えるのはスマホとかタブレット、パソコンっていうふうに思いがちだと思うんですけども、そのマーケットに今からラピダスが入るってかなり難しいと思うんですね。これから伸びていく分野っていうのは何だろうっていうことをある程度こう見据えながらですね、いろんなシナリオとバリエーションを焼きながら世界中のお客様にアプローチしていく。それは大手企業だけではなくてベンチャーも含めてですね、半導体の新しいものをやりたいっていう人をくまなく網にかけていくってことをやらないと難しいなと思いますね。なるほど。技術的には非常に日本にとってポジティブっていうお話があったと思うんですが、具体的にどういった点でポジティブなのか教えてください。はい、今先端の装置産業ですとか薬品系のものっていうのはほぼほぼ台湾の TSMC とか韓国サムソンとかインテルだとか、一部はメモリーの記憶シェアとかに届けてると思うんですけど、やっぱり その先にどういうマテリアルが必要なのかっていうような作ってる現場からのフィードバックっていうのが日本国内にないっていうのは、日本の企業にありながら、まあ、海外に実験を担われてるようなところになってくるので、それこそ安全保障も含めてですね、日本の中で完結するビジネスモデルっていう、それも先端品で、それはある意味作っておくべきだと、そういうふうに思います。最先端を育てる土壌みたいなイメージ。そうですね、技術的な。ありがとうございます。ここに関して皆さんご意見はいかがでしょうか？先生がおっしゃったように、実際デバイスを作る拠点が日本にあるというのは、おっしゃったように材料の開発の部分も含めて有意義だと思ってます。ありがとうございます。他いかがでしょうか？もうその通りであるという感じですかね。なんか言いにくいですね。そのように私も思っておりまして、まあ、私外資系装置メーカーなんですけども、やはり日本のメーカーの方は日本で開発ができないと。どうしてもですね、開発をするためにも先端を作ったですね、今後の2なの3なのを作るためにも、海外もしくは顧客のファブを止めてまでですね、開発しないといけないという状況にはなっているんですね。まあ、当然それをすると顧客側に生産ができない分のマイナスが出てしまうということで、非常にやりにくい。日本が今強い装置材料メーカーとしては非常にやりにくいところで、それの受け皿となる、まあ、ラピダスですね、開発ですね。日本の装置メーカー材料メーカーが国内である程度のオープンな環境で開発ができるとなれば非常にいいというふうに思います。なるほど、なるほど。これ以上ですね、今日本の装置材料非常に強いんですけども、日本の装置材料がこれ以上プレゼンスを落とすことが一番まずい。そのためのラピダスっていうのは非常にいいと思います。ありがとうございます。例えばレゾナックさんが持たれてる研究所みたいな、例えば後工程の材料開発ができる、ある意味ハブ拠点になると、そういった前工程のものが日本にできるということで非常に意味があると。そういう内容ですかね。そう思います。ありがとうございます。キリンさんはこの点に関して、まずオープンですけども、いかがでしょうか？私はちょっと皆さんと違って、セミ系サイズなので、はい、どちらかというと、ラピダスさんの客に当たるポジションということになって、多分今日はその視点でお話をすることになるのかなとは思います。はい。個人的には非常に、やはりポジティブ。もっとドライブに行っちゃうと、客視点で言うと、選択肢が増えるよね。はあはあはあ、というところですね。今までは TSMC を使って設計してました。その利便性をどれだけ超えてこれますかっていうところです、ね。ああ、なるほど。今本当にドライブに行っちゃうと、そんなことだと思います。ビジネス的な、ビジネス大工っていう感じですね。本当に顧客に対してどんなメリットをアピールしてくれるんですかっていうところを冷静に見たい。ありがとうございます。例えば設計者さん側としての利便性というものはですね、どういったものをファウンダリーに求めてきたんでしょうか？人によっていろいろ違うと思うんですよね。例えばロジックなのか、はい、アナログなのか、もっとデバイスとミーティングしなかったイメージャーなのかっていうところで、はい、それぞれのモチベーションは違うと思うんですけど、はい、こういうファウンダリーが出てきて、その IDM と違って何がやりやすくなったと、もう完全にファウンダリーって切り離されるんじゃないですか。社内でのそういう部門との調整が必要なくなりますよね。プロセスだとか、その間にある CAD 部隊、という PDK って呼ばれるライブラリを作る部隊と、何かしらやっぱり垂直統合でやってると、接触が必要になってくると、完全に切り離されますと。で、アブ側からは、こういうライブラリ PDK ルールの元で作ってくれたら、自分たちが定義しているこういうばらつきの範囲内でものを出します。約束してくれるわけですね。設計側はそのルールの良し悪しは分かんないんだけど、それを守ってれば、確約されたものが納品されるとっていうのは非常に便利ですよね。パブを持たなくてもいいですし、それこそ確約ができたモチベーションの一つですけど、もう本当にドライにそんな感じです。あと TSM のサービスはいっぱいありますよね。バリエーションが多いと。確かに。あとは、シャトルサービスっていうのがあって、気軽に試作チップを流せる。まあもちろん、チップ単価はものすごく高いんです。ですけど、タイミングがめちゃくちゃある。回数もめちゃくちゃある。そうなってるんですね。本当にお客さんの立場になると、他になかなか行けないですよね。その試作のシャトルサービスっていうのは、どのくらいで半導体出来上がってくるものなんですか？世代によります。マチュアなプロセスになると、
2ヶ月弱で納品されますし、先端品になると、まあもっと数ヶ月とかの息はあるんですけど。なるほど。3ヶ月以上はかかってくる。そうです、そうですね。まあ、例えば、100目線で商売をどれだけできますかっていうところは、見たい。で、ライタスの場合は、これを意識されてる節は感じられます。うちらの記者会見とかを見てて、あとは採用の様子を見てても、一応そういう姿勢は伺います。顧客価値を上げるための設計の重要性、立ち位置、サービス向上のための設計であるというのは見て取れるんで、まあ、今のところとても判断しがたいんですけど。なるほど、なるほど。ありがとうございます。一つ角度が違う意見をいただいたところで、次の議題に移っていきたいと思いますが、ここで話し忘れた点はございませんかね？大丈夫ですかね？一つだけ。先ほど使いやすいっていう話がね、キリンさんからありましたけど、使いやすさの一つのポイントは、IP が揃ってるかっていうのが結構あるんですよね。うん、いわゆる先端のプロセスで、まあロジックは作れてもですね、そこに信号を出し入れするための IP が結構いるわけですね、いろんな。それっていうのは、パートナーリンクができてないといけなくて、TSMC とかサムソンはそこしっかり、全世界そのオープンソースと繋がってるわけなんですよね。今のお話というのは、例えばロジックができたとしてもメモリーを一緒に作って、その IP の互換性みたいなものを担保できるかみたいな、一緒に、まあ、メモリーまで大きいものでなくていいんですよ。例えばパラレルインシリアルアウトとか、よくサーデスっていう回路があるんですけども、高速演算組織は必ずそういう IO がいるんですよね。シリアルをパラレルに変換するような組織がいるんですよ。それってもうアナログ素子の塊なんですけど、先端になればなるほどですね、その性能を出すのは難しいんですよ。シミュレーションと合わないっていうのもしょっちゅうあるわけなので、はい、そういうのを考えると、そういうのを開発するパートナーがどれだけ作れるかっていうことですね。ニナノの性能をフルに出すためには、その周りにあるいろんな機能がですね、一緒に開発ないとですね、物としては使えなくなっちゃう。エンドユーザーが使えなくなっちゃう。そこのエコシステムっていうか、パートナーリンクはすごく大事です。なるほど。ありがとうございます。そこがやっぱり TSMC は強いという。強いです。強いです。いろんな過去のものからですね、最先端まで全部作ってるわけじゃないですか。そういった意味でも、やはり TSMC は強いということになるんですよね。そうです。なるほど。世界中に本当に設計者抱えてますし、日本でもね、最近計画発表されたじゃないですか。日本で400人、設計者で400人って、すごいことだって。かつ彼らってコンソーシアをすぐ立ち上げて、囲い込みじゃないですけど、そこら辺も僕すごい上手いと思うんですよね。ありがとうございます。続いての話題に移っていきたいと思いますが、これは議論すべきところかっていうのは、まあ皆様は非常に玄人なので、本当に素人が混じったところの意見で非常に恐縮ではございますが、プロセス開発っていう点も非常に注目されておりまして、例えば TSMC が、まあ、最近3ナノを開発したということで、言葉にできないぐらい難しいということは言われておりますが、ここに関して思うところがあれば、皆様いかがでしょうか。じゃあ、クマン。お願いします。うまくいってほしいと思ってますけど、例えばグローバルファンダリーが10ナノ等の開発でさえ諦めたように、非常にハードル高い内容なんですね。はい。実際 IBM がニューヨークの CNSE で開発した2ナノのトランジスタ、これを実際にラビダスのパイロットラインで再現できるかどうか、それが5番の最初ステップだと思ってます。それは施策であって、これが実際量産に行くというのは、また違った難しさがあるんですね。その去年の開発、例えば TSMC さんが EUV の工期を活用するために100万枚のウェハを捨てたというようなレベルの開発をできるかということが、資金も人もエンジニアも変わってくる話ですので、そういうリソースだけ当てられるかということを期待できますか、心配をしています。僕は本でしかなかなかここら辺って理解できないんですけども、やっぱりその研究開発でうまくいったものですね、量産するものだと全くわけが違うという話はよく出てくるんですが、それほどやっぱり難しいものなんでしょうか。チャンピオンデータなんですね、シャキサマというのは。それいかに量産ができるようにマージンをいかに確保して作るかということが全部の工程に関わってきますので、600工程800工程そういうのが難しいかと思ってます。半導体は作り直しができないので、流したらもう流しっぱになるわけですよ。それを何百回何千回は何しても何百回というプロセスを取っていくわけなので、どっか一つつまずくと不良品になっちゃう。なるほど。それを600工程、800工程すり合わせて、量産に持っていけるか、ぶどまりを高くできるかっていうところが非常に難しいと。はい、そうですね。ああいうところですね。付け加えますと、試作に関しては一つの装置だけでやりますけど、量産があると複数の装置でばらつきなく作らなきゃいけないと。A 装置の P キャンバー、新装置の D キャンバーと同じような性能を、担保しないといけないと。そういう部分の性能を上げる、確保するというのが難しいと思ってます。なるほど。これは、例えば、半導体ではなくて、自動車みたいなマニュファクチャリングの世界だと、まあ現場の職人さんみたいな人がいらっしゃってですね、日本だとですね。で、それで、まあ、寛骨と言われるような技術で、例えば温度調整、焼き入れ等をですね、していくんですけども、
ども、半導体だとこういったすり合わせ領域ってどういうふうに調整を図っていくんでしょうか。TSMC さんが強いのは、大量生産を行ってるんですね。で、まあ、もう、このハンドであったり、ナノハンドであったりすると、装置で言うともう主役種類、そういうもののデータを AI で、収集して分析してると。で、そういったものをフィードバックかけて、どんどん、ばらつきがないように収集してるんですね。ガスガスに関して言うと、装置のデッドサイズが足りないので、集まるデータも少ないと。そういう部分で、これだけ量産に変えて、持ってきてるかが心配をしてます。なるほど。ここが実は日本の歴代の半導体メーカーと特にファンダリーメーカーの違いでして、まあ欧米系のメーカーとの違いって言うと思うんですけど、はい、日本はですね、製造レシピを振るんですよ。悪い条件とか、テストの条件とかに、あえて機械の設定を変えるんですね。話が追いついてなくてですね、皆さん続いてるんですけども、どういうことなんでしょうか。もうちょっとわかりやすく言うと、その TSMC がやってる手法は統計データなわけですよ。統計で6シグマとか取りながら、どのぐらいマシンの触れがあるかっていうのを統計分析的に AI にかけてレシピを出すと。まあ、これが TSMC例えばファンダリーメーカーのやり方、で日本が昔からやってるのはそんなにロット試作を流せないんです。流しちゃうとお金すごくかかるので、どちらかっていうと製造をの条件を振るんです。設定を。マシン限界に近いところで。普通に生産するとここまで振れるかもしれないっていうのを、あえて、人が設定して、マシンの設定を、例えば、PM のドープ量を最小にしたり、最大にしたり、線幅を最小にしてみたり、最大にしてみたりっていうのを、製造レシピをちょっと変え、設定を変えながら、無理やり振ったサンプルを作るんです。で、その上で、すり合わせをするっていうのが、日本の今までやってきたやり方ですね。一方、その TSMC はいっぱい装置がありますから、そこからデータを吸い上げて、もうロットとかでも現在流す。流しまくって、その統計データを解析するっていう。ああ、なるほど。コーダンがおっしゃってるのは、ラピダスも TSMC のやり方が取れるのかどうかっていうことを問われてるっていうことです。装置も少ないですし。そう。その情報がそもそも少ないやんと。そこです。なるほど。で、それが最終的に僕ら設計者が使うようなモデルパラメーターっていうのものにフィードバックされてくる。ごめんなさい、キリンさん、追いついてない部分なので、非常に申し訳ないんですけども、その一般の視聴者にも分かるようにですね、モデルパラメーターというものは、こういった、まあ、条件が出されてるみたいな、そういうイメージで、その中であれば作れますよみたいなものが TSMC から提示がある、そういうイメージでいいんですかね。そうですね、そういうばらつきはこんな情報がありまして、その情報も設計者は持つんですよ。いただくんですよ。なるほど。それを前提にして、設計をするんですね。なので、ある程度できる半導体、イメージしながら設計ができると。バラつきを頭に入れながらできると。それはバラつきっていうのが大事なんですよ。タイミング合わないと信号遅れないですし、すごい微妙なんですよ。もうむちゃくちゃ微妙で、タイミング設計っていうのはもうむっちゃ難しいんですよ。それだけでものすごい量のライブラリーになるんですね。そういうの全部ものを提供されるんで設計さん。なるほど。なので、も設計の段階でぶどまりがある程度読める。それも整合性がよく取れてるのがやっぱり TSMC っていうのが多分いいな思って、そういうのも含めて、価格価値ですよね。バラつくのはしなきゃいないもともと。それは分かったと。じゃあ、そのレンジってどれだけですか？ことを知りたいわけです。なるほどね。お客さんは。TSMC が装置いっぱい持ってるがゆえにできるサービスであるということです。精度が高いっていう。ありがとうございます。ちょっと話題はガラッと変えてですね、チップレットと呼ばれるようなですね、僕もちょっと今、レゾナックさんと動画作っておりまして、後工程も今後重要になってくるんじゃないかというところもいろいろ言われておりまして、まあそこら辺、ラピダスさんの記者会見だったり見るとですね、まあ重要であるということだったり、後工程のまあキーマンみたいな人からもですね、セミコンジャパンの晩餐会で名刺交換されたりですね、後工程も重要だろうというような認識は伺えるんですが、ここの後工程に関してご意見があればですね、汚い意見もらいたいと思います。いかがでしょうか。前工程だけでもとんでもない開発ボリュームがあるのに加えて、後工程、特にもう今のチップレット、これも同時にやるということはチャレンジな選択をしたなと思って。チャレンジなもう選択であると。はい。人を集めるっていうのはやっぱりここっていうのは非常に重要になってくるんでしょうか。もちろんです。そこがキーポイントだと思ってます。設計でもそうですね。それはなぜ人がたくさんいるとうまくいきやすいということが言えるんでしょうか。開発する、内容もボリュームもとんでもない量なんですね。1時から始めると。少なくとも現役でガンガンできるレベルのエンジニアが500人か1000人近くいないと厳しいのかなと。最低限の中でですね、そういう方が集めないと、集めてからスタートだと思ってます。なるほど。やっぱりこの九州でも TSMC が来るんで、まあ人件費上がってるっていう話も、まあ加工屋さんでさえそういうふうに言われるわけですから。で、さらにこの半導体従事者っていうパイで言うと、取り合いになるということも想定されるので、より難しくなるというところが今後の熾烈さを物語ってるなと
先ほど、キリーさんもおっしゃってましたけど、TSMC さんは、設計者、大阪、横浜拠点合わせて400名近く募集してると。はい。完全にラピダスを意識して邪魔にかかってたというふうに、個人的に思ってます。ああ、そうか。TSMC を意識するんですね。個人の妄想です。個人の妄想です、ね。タイミング的にもという感じですかね。はい、私も一理あると思います。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございました。続いてですね、ここは冒頭に言われてましたが、やっぱりビジネスとしてうまくいくかというところで、素人意見ではあるんですけども、TSMC にはその iPhone の膨大なチップがあるとか、その AMD から膨大な依頼が来るとかっていうことで、ある意味エコシステムというかですね、市場の循環があるんですね。やっぱりここもネガティブな話はあんまりしたくないんですけども、ここもおそらく難しいだろうというところは、容易に想像できる話でございますが、皆様ご意見いかがでしょうか。会見等々を見ていると、TSMC とは、ぶつからないということを再三言ってるように、うん、言われてはいます。そうなると何をビジネスとしてやっていくのと、うん、いうことを考えると、IBM さんのチップであったり、あと NTT さんのチップであったりと、うん、いうことだと思うんですけど、それだけの数が足りないんですね、ボリューム。数が足りない。含めて、はい。で、そんなと消去法で言うと、ビタリー関係も影響してくるのかなと、勝手に想像してます。ああ。ここはピーって言ってください。なるほど。ただそれでもなかなか今最先端の半導体を作る工場を作るとなると1兆2兆じゃ済まないと、小池さんも5兆必要だっていう発言がある通りですね、それをビジネスとしてペイするっていうのはなかなかそこのチップを含めたとしてもなかなか難しいんじゃないかなと。とんでもなく単価の高いものを作るしかないですね。そうなると、そうなると作るのとは初期法で言うと、なるほど、軍事産業も入ってくるだろうということです。また妄想が爆発してます。いえいえ、もう自由な議論が今回の軸でございますので、ありがとうございました。他、いかがでしょうか？キリンさん先生、トムさん、ご意見ありがとうございます。じゃあ、一つ戦略としてよくタンタットっていう言葉を言うんですけど、すぐ作りますよと。はい、そこも歌ってますもんね。歌われてるんですけど、本当にそこ顧客価値なんですかっていうのはちょっと疑問に思ってるところは。ああ、なるほど。設計さんとかが言わせてもらうと、ロジックの設計期間なんて、はい、実は設計度が長いぐらいなんで、検証ですね。いろんなパターンをいっぱいシミュレーション回して大丈夫そうだっていうのを担保していく作業っていうのはものすごくスキルのいって時間がかかる作業なんですけど、うん、設計の方がタットが長いんで、うんうん、本当にタンタットを選んであれば、それ設計も含めた上でのタンタットを歌わないといけないでしょうし、本当にそれってお客さんが求めてるんですかっていう、ターゲットとしてる顧客が求めてるんですかっていうのは問いたいところです。なるほど。聞くところによると、EDA で検証するっていうのが、設計が1とすると、検証が9とか8とか、そのくらいを占めるみたいな話もあるんですか。こういうイメージで、ものによってはそのくらいいくかもしれないですね。実際コアの分の設計なんですぐ終わって、みたいな。でも実はそれを整理して出すための、パンプするための検証に 90% っていうのはありえない話ではない。なるほど。なので、いくらその製造の、スケジュールが短くなったとしても、その前の設計で膨大にかかってるので、ここのところに価値があるかと、そういう。そうですね。で、あと、やっぱこういうそのビジネスとして採算取れるっていうことをメッセージとして出すのがどれだけ大事かっていうのは、やっぱりそれ採用活動にもやっぱりものすごく響いてくると思ってて、儲かるからちょっとラピダスにかけてみようかと思って、転職してこようって人はいるかもしれないけど、なんかどっかで給料が安いからストックオプションでみたいなこともありましたけど、ストックオプションで納得するのも儲かる先は見えてるからじゃないですか。確かに。なので、その辺が本当に極端な言い方、いくら国費をつぎ込んだとしても、本当に儲かれば誰も文句言わないと思うんです。うんただそれを見たい、その道を見てみたい。なるほど、ありがとうございます。こういう質問、議題を用意しといて非常にあれなんですが、儲かってるところって、上位3社ぐらいしかないと思うんですよね。そういった意味でも非常にラピュタスの道のりは難しいというような感じをひしひしと受けました。そして先生、ここに関してご意見が最初あるというお話でしたが、いかがでしょうか。そうですね。日本の産業っていうのを例えば考えた場合に、やはりこれから日本が成長していく、もしくは今もう世界でポジションを持ってる産業なんだろうって言ったら、先ほど出てましたけど、車とかロボットとかっていうのがあるんですけど、このあたりは、ニナノがいるかっていうと、まだ多分いらないんじゃないかなっていう感じがあるわけですね。ところがですね、私が思うのは、ゲーム産業は使わないかなと思ってるんですよ。日本には強いゲームメーカーがいて、ゲーム産業のオーナーがいるわけじゃないですか。で、ソフトウェアは世界中で開発のエコシステムができているので、ある意味、そのハードウェアと最初のプラットフォームをそのゲームメーカーが提供すればですね、世界中で需要が増える可能性があるとは思っていて、その延長線の中に実は今、いろいろ話題になっているメタバースの話があったりとか、Web3.0 の話があったりとか、DAO の話ですね。つまり、データセンターに全部データを集めるんじゃなくて、ローカルのエッジで処理していこうよっていう話が、もし加速するならば、このラピダスが生み出す製品っていうのは、
需要がすごい上がる可能性があるとは思います。なるほどですね。いや、ありがとうございます。ソニーのセルが失敗した経験が活かせるといいんですけどね。そうなんですよ。勉強不足でごめんなさい。ソニーのセルって何でしたっけ？東芝がですね、セルプロセッサーっていうのを開発してしたんですけども、まあ、それはパソコン用、なんつったらラップトップ用のパソコン用だったんですけども、はい、で、まあ、そこにソニーさんと、あと IBM が、ね、連携しようっていうことで、アライアンスっていうか提携をしてですね。それですね。ゲーム用ね。そうですね。で、一緒にやっていこう。で、それがまあ、ソニーさんのテレビゲーム、プレステに今使われたりとか、うん、もっと世の中を広げようっていうので、サーバーとか、いろんなところに、絵を描いていた。というのが、2006年ぐらいですね。5、6年ぐらい。懐かしいですね。そうですね。懐かしいですね。なるほど。ありがとうございます。トムさん、いかがでしょうか？先生のおっしゃる話は、まあ、今、世界的に言うと STCO。システムテクノロジーコーオプティミゼーションと呼ばれるところで、システムとかアプリケーションから考えてどういったものが必要かっていうのを、まあ、設計、プロセスすべて含めて統合開発していかないといけないっていう話なんですね。で、ラピダスもそれをやらなければ生き残れないっていう話なんですけども、ただ、当然そこは TSMC、サムスン等もですね、当然やっているところで、それを上回るビジネスモデルがないと、いけないっていうところが非常に難しくて、で、またそれをこう、達成できるほどの、まあ、プロセスもないといけないっていうところで、成功できそうだっていう道筋としては、その STCO を極めて、非常にいいものを作っていくっていうですね、日本として、アプリケーションを含めた先を見つけて開発していくっていうところができれば、うまくいくかもしれませんけども、まあ、それは当然他も考えているので、非常に厳しいというところが私に言いたいと思います。ありがとうございます。どうぞ、聞いてください。いいですか、すいません。まあ、全体をトップダウンで見ていってっていうのは大事だと思うんですけど、ことラピダスに関しては、そこまではしないですよね。例えば、どんな製品を作るかなんていうのは、ラピダスはどうでもよくて、国策としては、おそらくは、顧客を増やす方向の仕掛けが必要ですよね。明らかにやっぱり、設計っていうのは、おそらく昔に比べるとだいぶ小さくなっている。はい、小さくなっている。で、それ以降、まあ、日本の客、ラピダスのお客さんが少なくなっているかもしれない。うん、そうですね。そこを育てるっていうことは、まあ、せっかく国のプロダクトであれば、まあ、次は多分そこなんじゃないかな。ラピダスに流す、設計、アブレスを育てる。なるほど。ありがとうございます。言っていいですか？まだ太郎さんの YouTube とかには紹介されてない実は半導体の商品群があってですね。あ、そうなんですね。これは何かっていうと ASIC っていうものなんです。今、Apple の SOC とかは、要するにこれフルカスタムで Apple しか今のところ使えないので、これはある意味 ASIC なんですね。アプリケーションスペシフィックプロダクツの略称なんですけども、実は世界中の ASIC メーカーの世界ランキングトップ10ってほぼ日本のメーカーなんですよ。え、そうなんですか。はい。それは設計会社としてってことですか？基本的には設計が中心になってるんですけども、フルカスタムなので、もうお客さんに張り付いて、お客様の要求通りに物を仕上げていくっていうものなんですね。だから、お客さんと平付き合わせながら、検証作業もお客さんと一緒にやりながら、融合チームを派遣し合いながら、開発していくっていうようなものなんですね。これは結構まだ今でも日本は強い実は部類に入ってて、そこのものづくりは全てファンダリーに頼むんですよ。ファンダリーに今。だから、多量には出ないかもしれないけど、ある特定分野の特定顧客、すごい大きなお客さんで、フルカスタムの ASIC を作りたいっていう要望があった時に、意外と日本のメーカーがその販路を持っている。そこの、ネガのチャンネルを持っているっていうのは各社あると思いますね。なるほど。それは全然知らなかった話で。ちょっと別回で詳しく聞きたいと思います。わかります。ありがとうございます。もちろんその市場が変わってきて新しい市場が生まれる可能性もありますから、皆さんのご意見を聞いていると非常に難しい道のりであるということはこちらも変わらないというところだと思います。ということで、時間も迫ってまいりましてですね。まあ、ここというよりは最後準備した、ここも聞きたいんですが、回答にあったと思うんですよね。ラピタスもそうなんですけども、設計を育てろとかですね、市場を育てろっていうことだったと思っておりますと。で、最後は、その他ということで、もちろんここに上がってない議題でですね、皆様思いがあればぶつけていただきたいとは思いますが、皆様いかがでしょうかと。熊田どうぞお願いします。はい、自分の勝手な期待なんですけど、ラピダスはパイロットラインだけにしてもらって、iMac であったり、ニューヨークの CNSE と同じような開発拠点になってもらいたい。そこに世界中の研究者が集まって、日米欧でデバイスの開発ができる体制になっていただきたいと思ってます。そうですね。いい、なるほど、そういう。今までなかった視点なんですけども、ビジネスでやっていくという刷り込みをされてましたので、試作のパイロットラインで、その研究開発をそこでやって煮詰める拠点にすると。はい。そういうような構想ということですね。追加すると、そこからそのまま TSMC であろうが、サムスンに流し込めるっていう。はい。はい。はい。なるほど。何を作るか大事であって、どこで作るかは、どこでもいいと思ってるんですね。そのために、そのものを作る人、エンジニア、設計者、そういう方々を、育てる部分として、発注をしていただくのが、今のためかなと思ってます。ありがとうございます。トムさんが非常にうんうんとうなずく。はい。背景とあれば、どうぞ。
完全に同意でして、私もですね、例えばアルバニー、IBM のアルバニーであったり、ベルギーの iMac というところを見たことがあるんですけども、まあそういったところではですね、特に物を作っているわけではないんですけども、先端の開発っていうのはできてるんですね。そこで人が育って、そこから、いろんなインテルであったり、TSMC であったりですね、そういったところに人が育っていった結果、結局、半導体産業がないようなベルギーで半導体が盛り上がっているとかですね。確かに、ベルギーってないですよ。ないんです。とかですね、まあ、ニューヨークの、まあ、ニューヨークもですね、今度半導体産業ないんですけど、アルバニーがあるので半導体をやっているように思うと。その結果ですね、アメリカの企業だったり、ヨーロッパの企業ですね、装置材料等ですね、そういったところも含めて育ってきているというところで、アジアにもそういった拠点、まあ、ぜひ日本にですね、そういった拠点としてのラピダスですね、というような形があってもいいのではないかなと思います。それでちゃんとマネタイズもして、人員の半分ぐらいを弁護士にしないといけないかもしれない。いや、その契約ごとになってくるのかな。そうか。いや、なるほど。おそらく。ありがとうございます。はい。新鮮なご意見として、ちょっと言葉に表しにくいんですけども、一つ光が見えたような気は。あ、いいわ。まあ、すごい、ゆっくり来るなっていうところはありましたね。ありがとうございます。もう一言だけ。今、計算書を含めた、施策というのが、全方位狙ってるんですね。そう、全部に、予算をばらまいて、全部やるぞというような方向に見えてるんですけど、人も金も限られてる中で、得意な部分を絞って投資した方がいいと思ってます。なるほど。はい。例えば、経産省の方見られると思いますので。いや、応援はしてるんですよ。経産省ですね。本当に頭が下がる思いではあるんですけども、一つのご意見として、ありがたく頂戴いたします。ありがとうございました。その他、どうでしょうか？じゃあちょっと突拍子もない。これは実現するかどうかは別としてですね。私が半導体に行った時にいろんなお客さんから要求が、先端プロセスに関して要求があったことが一つあって、これは実現してないんですよね。何かっていうと、本当に最先端の微細加工技術を使うんだけども、インテグレーションはしない。あまりその何万トランジスタはいらないと。単に物理的な面積、体積を小さくしたい要求です。これ何に使うかっていうと、基本的には人体に埋め込むんですね。生命体に埋め込もうとした時に、体積が大きいと邪魔になるんですよ。人との親和性とか、生物との親和性を半導体がなんか上げていこうとすると、より小さく薄くなっていかないといけないんですけども、そこに活躍する半導体って今ほとんどないんですね。一応フィルム状だったりとか、多少脳に針みたいなのがあったとしても、その針から信号を受けるものはでかいチップが受けてるっていうことです。あと、なんか、難聴の時にこの耳に入れるようなものとか、心臓のペースメーカーは、まあちょっと、もう騙さないといけない。僕は別ですけど、センシングするだけだったら、すごいちっちゃいものでいいんですよ。私はもうその、だいぶ前にお話を伺ったのは、コンタクトレンズを開発してるメーカーだったんですけども、そういう半導体デバイスを入れて、とにかく AR みたいなことやりたいっていうのも、随分前から研究してたんですけど、最大の課題はチップサイズだっていうこと。ああ、なるほど。そういう目線もあるかもしれないので、なんていうか、でかい、大きい何億トランジスターだけが話じゃ多分ないだろうなっていうのも、ちょっと感じています。まあ、究極の IoT 世界では必要になるかもしれないです、ね。そうです。1兆個、10兆個のセンサーを世界中に、もしくは人の体とかにばらまこうとしたときには、もうかなりちっちゃいもう、人間の目では見えないぐらい小さいチップがいるかもしれないということですね。新たに市場を創生するということです。ことにつながると。可能性として。可能性として。はい。はい、ありがとうございます。非常に貴重なお時間ということで恐縮なんですが、他ご意見あればと思いますか？あ、トムさんいかがでしょうか？ YouTube に出るということで、比較的若い方も見るかなと思うんですけど、それに向けてということで、半導体はですね、実は大学で言うと、電気電子の人しかやらないのかなと思うんですけど、実は科学とか物理、機械、ね、もう皆さん必要なんですね。で、皆さんの力を集結して、ものづくりをしていくっていうところなんですね。で、今国がやろうとしていることっていうのは、若い人が半導体に向かなくなったのをまた抜かせようっていう意図もあるんですね。そのラピナスとか、それも若い人を育てていかないとですね、新しいものはできない。国として、その方向に持っていこうっていうところもあるので、ラピダスがビジネスとして成功するかどうかというよりは、まあ、国として半導体を盛り上げないといけないということで、まあ、もし視聴されている方とかで、私は科学だからとかですね、私は機械だからっていうところで関係ないわけではないんですね。皆さん、ひょっとすると今後、何かの表紙にですね、半導体っていうのは関係するっていうところで、ぜひですね、今日のキーワード初期でラピダスに全然ネガティブな印象はあるかもしれませんけども、ただ非常に今後ですね、半導体そのものっていうのはもう絶対になくならないですし、今後絶対成長市場っていうところで、国としてですね、力を入れてやらないといけないっていうところで、まあそういったメッセージというか、若い人にも半導体っていうのをぜひ知る機会ですね、こういったもので、こういった企画非常にいいと思ってまして、ぜひですね、まあ半導体、国としてこれからも力を入れていくのやっていこうっていうところを、ぜひ宣伝していただけたらなと思います。ありがとうございます。おっしゃられるように、そこで一流の技術を身につけてしまえばですね、食いっぱぐれないですからね。やっぱりその化学反応がチャンバーの中で起こってますし、そのウェハーを搬送する機械とか処理する機械っていうのは、まあ FA の技術が
非常にふんだんに使われてますし、制御も必要になってくるということで、まさにその通りやろうと思います。で、かつ3度体でダメになったとしても、膨大な FA 市場ですとか、膨大なですね、化学市場っていうと、僕は FA 出身ありますあれですけど、ありますということで、うん、ありますから。バイオ系とか創薬関係っていうのは半導体の製造と似てるって言われてるんですよ。これから人類にとって必要ですよね。あのウイルスに対抗するワクチンを作っていかないといけないとか。この時にブドマイとかトレダカとかクリーンルーム管理とか水管理とか薬品管理とかって全て一緒なんですね。レシピは大体。すごい役に立つと思います。ありがとうございます。ということで、夢のあるというか食いっぱぐれない場所にあるってことは確定しておりますので、ぜひ目を向けていただきたいというのは、まあ、一度の思いだと思いますので、トムさん非常に貴重なご意見ありがとうございました。はい、素晴らしいです。素晴らしいです。ということで、もう閉まった感じはするんですけども、こんなところでよろしいでしょうか。ここにて終了ということで、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いかがでしたでしょうか。そして最後ですね、今回はメッセージがありますということで、実は先日ですね、マーク・エヴァンスさんが主催するですね、ビジネスの決裁権を持っている方が非常に多く参加されている会にですね、呼ばれまして、いろいろコミュニケーションを図ったりですね、僕も登壇をさせていただきました。で、その最後の締めのところで、ラピュタスのオリーさん、実はラピュタスの専務執行役員になられている方がですね、プレゼンをされておりまして、あー、いつも動画見てますとかですね、ラピュタス盛り上げたいからよろしくお願いしますっていうことをね、いただきました。で、オリーさんが言われてたのは、2つ大きくありまして、それをね、堀井さんに代わって今回こういう風に言ってほしいってことは言われてなくてですね、彼が何を言ってたかということをですね、お話しさせていただくと、まず一つは未来の目標設定からラピュタスは動いていくと。つまるところ積み上げではやらないと。これ例えばプロセスの話もそうなんですけども、日本が持ってる最先端のプロセスは40ナノなので、その40ナノをですね、じゃあ改定して改定して改定して2ナノっていう風に持ってくやり方ではなくて、もう2ナノを絶対やるということで、そこに対して何が必要か、現時点からの積み上げではなくて、未来からの逆算で足りないものを作っていくと。iPhone の発明者スティーブ・ジョブズもですね、発表当時はですね、タッチパネルの技術っていうものは世の中になかったわけですね。なかったというか、スマートフォンという概念がなかったんですが、その概念を発表してこういうものを作りたいと。足りないものが分かったから、できるように技術開発したそうで、ラピュタスもですね、同じように足りないものは全部やると。なので、日本独自でやるわけじゃなくてですね、海外の力も借りていくっていうのが、IBM だったり、iMac ともですね、共同でやっていくみたいなことですね。足りないから、じゃあ何をすればいいかっていう観点から、頑張ってやっていくっていうことを、まあ一つ目に言われていましたね。で、二つ目がですね、過去は変えられると。過去変えられると。これは何を言われているかというとですね、官民合同でやると失敗してしまうみたいなイメージが多いと思うんですね。しかしながら日本っていうのはですね、過去そういった官民が連携して成功した事例もあるんですね。例えばですね、超 LSI 技術研究組合というものがありまして、これは半導体黎明期ですね、各半導体界隈のですね、エリートが集まってオープンソースというか、オープンにけんけんがくがく何が足りないかということを話し合って、半導体のビジネスを創生していったと。これはもう大成功を収めたわけですね。しかし、まあ直近を見ると、なかなかまあ成功とまで言えないという部分はあるかと思いますが、このオリーさんはですね、要するにラピュタスを成功させるんだと。そうすれば、過去の失敗と思われてたものもですね、良い経験だったと。あの経験があるから、ラピュタスというものは成功できたんだと。そういうものに置き換えることができる。だから俺は、ラピュタスというものは頑張ると。みんなでもう変えていこうじゃないかと。いうことを強い気持ちで言われてましたね。やっぱり期待したいですよね。熊田どこかですね、先生も。プロセスエンジニアに近い方はですね、みんな応援してるということで、半導体にこれだけ目を向けてもらえるっていうことは今までなかったということを言ってますから、ぜひね、みんなで応援していこうじゃありませんか。ということで、ラピュタス設立プロセスエンジニアの声でしたね。業界クロートはどう感じているかということで、以上でございます。お疲れ様でございました。ということで、今回は半導体会でございまして、セミコンのアンバサダーもやっております。もともとは僕、東京エレクトロンさんから声かかると思ってたんですけど、スクリーンから声をかけていただきまして、滋賀の工場に行ってまいります。なぜ東京エレクトロンから声かかると思っていたかというと、もうセミコンとか行くとですね、あ、もう太郎さんのおかげで東京エレクトロンに入社することを決めました。もう何回聞いたことかと。あ、リクルート並みにですね、僕は東京エレクトロンに人を入れてるかもしれないと。なのに東京エレクトロンから一言も声がかからんという状況でございます。スクリーンさんから見事声を頂戴いたしました。もちろん東京エレクトロンさんもお待ちしてますという感じでございます。半導体に限らずですね、工作機械とかですね、FA、そして自動車関連、いろいろものづくりに関連する動画を発信しております。製造業で働いている方、製造業が好きな方はぜひね、チャンネル登録いただいて応援をいただきたいと思います。そして一つでも刺激になれば、いいねボタンとベルマーク忘れずに登録いただきたいと思いますと。そして、
折井さんが出てきたということは何かというと、おそらく2ヶ月以内にラピダスに行ってまいりますと来てねっていう風に言われてますから、潜入したいと思います。まだね、工場の場所とかも発表されてませんから、それをですね、他の取材陣跳ねのけてですね、このものづくり太郎が土砂発で行ってやろうという風に目論んでおりますので、こちらの動画もお楽しみにいただきたいと思います。次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。こんにちは、ものづくり太郎チャンネルの千葉ちゃんです。今日は新しいスポンサー募集のご案内です。動画内でのソリューションの訴求や自社の PR や認知活動、または採用活動にもぜひいかがでしょうか。ご興味がある方はチャンネル概要欄のメールアドレスか、ものづくり太郎の Twitter の DM までぜひぜひお気軽にメッセージお願いします。お待ちしております。はい、次回はですね、物流クライシスかなってね、物流って関係ないように思うんですが、製造業ですね、物を作れば必ずトラックで運ぶわけですよ。めちゃくちゃ関係あるんですね。ということで、ここをね、俯瞰していきたいと思います。ということで、いつもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、チッ、バイバイ。はい、皆さんね、本当にクロートの方でございました。ご参集いただきまして、どうもありがとうございました。また会いましょう。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。非常に貴重な意見をたくさんいただけたと思いますので、ご参集いただいた方々にもいいねマークぜひぜひお願いします。ラピダスの訪問もお楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。